リターンライダーの7割の方が自覚している若い頃とは違う体調、乗る楽しみの変化。ね、こんにちは、熊市健次郎です。リターンではなくて、ずっと40、50、60まで乗り続けられている方であれば、その体の変化に合わせて、おそらくですよ、乗り方とか付き合い方なんかも気づかずのうちに変わってるかもわからないので、ちょっとこういう話をしてもなかなかピンとこないかもわからないですけど、リターンライダーって大方若い時に楽しかったバイクの思い出を覚えていて、それと同じことをやろうできると思って喜びさんでリターンするわけですよ。例えば分かりやすい例で言えば、35年ぶりの友人と出会うっていうような感じ。その友人っていうのがリターンする自分です。あ、そう、リターンしはったのみたいな。まあとにかく見た目も体調も昔とは違うわけですよ。そして長距離ツーリングとか出かけていって、腰が痛い、足が痛い、疲れる、しんどい、頭痛い、肩こる、手がつる、足がつる、目が乾く、お腹痛い、眠たい、おしっこしたいとかになって、次にバイクに乗るのに足が向かない、なんかめんどくさいになってくる。そんなことってありませんでしたか？僕はありました。楽しいはずのバイクが言うこと聞いてくれへん、もうクラッチとか取れるんちゃうかっていうぐらいガチャガチャやってしまったりとかで、そういうことはどにも過去にも自分の運転が下手やから、そして年を取ったから体力が落ちてるからやって思って、一日クラッチ操作とかギアチェンジに集中して走ってみたり、天使のハンクラって言って超微速運転やってみたり、挙句の果てには八の字とかフルロックターンの練習までやりましたよ。で、筋力の低下に応じてシフトペダルとかブレーキペダルを下げてみたり、ハンドルレバーをユーカナヤさんのに変えてみたり、ハンドルアップスペーサーを入れてみたりもしました。合わせて筋力が落ちてるって焦ったんで、ダンベル引っ張り出してきて、わけもわからず腕の筋トレ、腹筋なんかもしました今となったらね、それ意味なかったやんっていう筋トレばっかりでしたけど、なんやかんやとそういう努力って言うんですか、そういうことに時間をかけて、多少なりともね、まともに走れるようにはなったんです。でもその時点では、まあめちゃくちゃ楽しいっていう気持ちにはなってませんでしたね。ところがですね、ある SNS を見かけて、それを実践してみたら、楽しさの輪郭がはっきり見えてきたっていうか、言うたら、例えばバナナありますよね。あれ皮ごと食べても多分美味しいかもわかりませんけど、あれをちゃんと皮を剥いて初めて食べたら美味しかった。そんな感じです。余計わかりません？ここまで引っ張っておいて申し訳ないんですが、先に申し上げておきますと、やることは大したことではないですし、世間一般で言われてるようなことです。そして、何それ、バイク関係ないやんって言われるかもしれません。でもね、関係あるんです、関係あるんです。で、こういった皆さんがよくご覧になられるバイク動画って、楽しく乗るための情報って、大体この乗り方のノウハウやったり、カスタムの仕方やったりとかでしょ。それももちろん大事なんですけど、中高年でリターンする人々にとってはそれの大事さと同じぐらいに、この自分メンテっていうのがほんまに同じぐらい大事なんです。だからね、今から当たり前のことしかご紹介しませんけど、騙されたと思って一回やってくださいね。同じ世代のリターン者が言うんです、間違いないですね。ね、やってみてくださいよ。バイクを楽しめる健康的裏技第5位、筋トレ。はい、筋トレと申しましても、若い頃のように手当たり次第にいろんな部位をガシガシ鍛えるとかではなくて、逆にバイクに乗るには全身を鍛え直すんではなくて、教習所の先生もおっしゃってましたけど、足の筋力を鍛えるっていうことがポイントです。で、足の筋力はバイクに乗るために重要な要素ですが、老化防止にも足の筋肉っていうのは鍛えるべき筋肉なんですね。で、下半身を動かせば体の6割以上の筋肉を鍛えることになるので、体の代謝にも影響が大きいみたいです。で、鍛え方も超簡単で、皆さんよくご存知のスクワットで OK。 下半身全体を鍛えることができて、幸せホルモンのセロトニンが分泌されます。セロトニンは気分を安定させて、ストレスに対する耐性を上げてくれる、体内時計も直してくれます。詳しいやり方はね、そういう動画を見てください。これをやり始めていろんな体感を感じられるようになるのはだいたい3ヶ月後ですね。僕はそうでした。はい、バイクを楽しめる健康的裏技第4位、水を飲む。はい、これはいいとか悪いとか云々以前に、おそらく皆さん水不足で、日本人の水の摂取量の目安っていうのが、水分補給として1日約 1.5 リッター程度が推奨だそうです。で、1日に体から出る水分量は普通に生活してるだけで約 2.5 リットル、食事なんかで摂取できる水分量は約 1.3 リットル、だからこの差 1.2 リットルは水分として不足してる
ることになるそうです。あと痩せにくい方って水分不足を疑ってみるのもありです。脂肪って僕も知らんかったんですけど、どこから出ていくか皆さんご存知でいらっしゃいますか？実はですね、体から出ていく約 84% は呼吸、息ですね。そして残りの 16% が尿とか汗からとなっています。つまり水のサイクルを体の中で回さないと痩せにくいということらしいです。ビール飲んでるからっていうのはダメらしいですよ。アルコールは利尿作用があるので、体の中は水分出しすぎのマイナスになるからですって。水分が足りないと疲れやすくなります。ただしトイレの回数は増えるので、ツーリングの前日は少し控えめにした方がいいかもですね。第3位、朝日を浴びる日光浴。起きたらすぐにカーテンを開けてください。起きた時に15分程度朝日を浴びると、その日の夜はしっかり寝れます。これは体内ホルモンのメラトニン、セロトニンの分泌の特性によるものということで、難しいことは分かりませんが、これはその日のうちに実感できます。そして適度な日光浴、これはバイクに乗ってる時お日さんに当たってるしっていうのは罰です。ある程度直接皮膚に日光が当たってる状態を言います。1日15分程度を週3から5回、腕まくりでも何でもいいので UV カットせずに当たる。これで十分ビタミン D が体の中でできるということです。ビタミン D は健康を維持するのにいろんな効果があることが分かっています。免疫力が上がります。ツーリングの前日の朝は日光浴をしてぐっすり眠って当日に備えましょう。第2位、寝る。なんとなく疲れやすい、ストレスが多いと感じる、イライラする、注意散漫、集中力に欠ける。もしかしたら睡眠不足と違いますか？しかもバイクを運転するのにどれもやばい項目、取ってるつもりが取ってない場合が多いようです。歳を取ってきたから目覚めるの早いしなって僕も思ってましたけど、第3位の日光浴と合わせてやってみたら、若い時みたいに7時間以上寝れるようになりましたよ。そしたらね、めんどくさいっていう気持ちになることが大幅に減りましたね。いやほんまに。はい、バイクを楽しめる健康的裏技第1位は、笑顔、無理しても笑う難しいでしょこれ。特にね、男の人は難しいんと違います？ある調査によると、子供の頃は1日400回くらい笑うのに対して、大人になるとわずか15回。ねえ、無理にでも笑う、そんなおもろくもないのに笑われへんわではなくて、作り笑いでも笑うと楽しくなってきます。作り笑いでもストレスは下がります。セロトニン、ほらまた出てきたセロトニン、幸せホルモンね。これが分泌されて、ナチュラルキラー細胞、まあ難しいですけど、簡単に言えば免疫力が上がるね。これを取るために今日はメットを外しました。皆さんバイク乗ったらヘルメット被るでしょ？そしたらね、笑ってください。そしたらその一日のツーリングが幸せになります。そして近くの車はなぜか離れていきます。理由はわかりませんが。はい、僕もリターンしてもうすぐ2年になるんですけども、運転スキルだけでなんとか取り戻そうとしてた時よりも、こういったことを実践して体調を整えて、気持ちも整えて、自分の年齢をきちんと受け止めて笑顔で乗るようにしてからが圧倒的に楽しかったですね。これは精神論じゃなくて科学的に連動している事柄なんですよね。お試しになられてみてはいかがでしょうか。人生90年として32,850日、そのうちたった1週間試してみても4,693分の1ね、それで残りのリターンライダー人生が楽しくなったら儲けもんでしょ。たった人生の4693分の1の時間試してみる価値大ありです。そして笑顔で健やかに楽しいバイクライフをお過ごしくださいませ。ご案内は熊市健次郎でした。ではまた。あ、たまにねこういう積極臭い動画が出てきます。耐えれるか耐えれないかはあんた次第。ではまた。